何もどうでもない俺がこの世に生を受けた。ただ泣くことしかできない俺に悔しくて挑み続けた。別れた出会い繰り返し、なんとなく過ぎていく時をそのままでもいい。なんて言い訳しながら暮れる前にもう一度もう一度オレンジとブルーを身にまとった空のように。はい、ということでアコースティックライブ神谷和之さんでした。ありがとうございました。この時間は宮崎県自動車整備振興会、ビューティークリニックこだま、第一交通産業株式会社、宮崎サンシャインカントリークラブ、ホット安心不動産、日中商事、 NEC の提供でお送りしました。さあ、時刻は2時43分でございます。お話をお伺いするのはですね、こちらはですね、県立あ淡木ヶ原森林公園の東。